はい、どうも、さとちゅんチャンネルでございます。今回はですね、非常に面白いスマートウォッチご紹介したいと思います。もうね、すでにつけておりますけども、しばらく使ってみました。まあ、スマートウォッチといえばね、まあ、普通の時計にはない、まあ、スマートフォンと連動してね、使って、まあ、いろんな機能を満載しててですね、ガジェット好きの心をくすぐるものがあるんですけれども、まあ最近ですね、各社さん、なんかやっぱりこう、機能的に似たり寄ったりで、まあデザインで選んだりとかね、まあ正確性で選んだりとかって、まあするわけなんですけども、今回のやつは、いや、スマートウォッチにね、この機能あったらめっちゃ便利じゃないっていうね、なかなかですね、画期的なものなので、まあこのあたりですね、どのようなものかご紹介していきたいと思います。まず、基本的な機能としましては、まあ、こんな感じでですね、文字盤が出まして、まあ、こうやっていろんなこうね、これ歩数だったり、歩いた距離だったり、あとはこれなんだ?あ、これ心拍数か。ね。あとはま、スポーツモードいろいろ切り替えられる。はい。のがあったり、あ、こっちが心拍数か。はい。さっき血圧だったのかな?うん。で、まあ、こんな感じでいろんな機能がこうやってあるわけですね。これは睡眠時間。これなかなか便利だなと思ったのはね、睡眠時間がアプリ使わなくても、これ本体だけで確認できるっていうのがなかなか便利ですね。あとはメッセージであったりとか、あとね、これ日本語表示になってんですよ、最初から。これなかなか珍しいなと思ってね。で、まあ、こんな感じでですね、クッキーさんもワンワン言ってますけども、アプリなんかもね、ここに画面に表示されてますんで、QR コードで読み込めば、すぐにダウンロードできるようになっております。この辺も便利ですね。で、こんな感じの機能が、まあまあ、あるんですけども、もうこの辺はね、本当によくある話ですが、違うのはここからです。皆さんよくご覧になってください。はい。ちょっと厚みがないですか、これ。ね。私、ま、他にもね、まあ、シャオミのミーバンド5持ってますが、こちらと比べるとね、厚みが倍あります。はい。これね、何かと言いますと、こちらですよ。はい。ここに何かボタンが2つありますね。2つボタン。これはですね、設定するためのものではないですよ。なんと、この中に、ひょ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 、ほれ、ほれ、ほら、こんな感じでですね、なんと、Bluetooth イヤホンが出てくるんですよ。これすごくないですか?この中に、はい、もう端子もついてるね。ここにパコンってこう、このイヤホンを収納することができるわけですよ。これがですね、めちゃめちゃ便利。もう面白くないですか?なんかこれ、パパッと見て、もう頭の中でね、あ、これ便利そうだよねって直感しますよね。では、今から具体的にですね、ここにイヤホンがあることで何が便利なのか。これね、私がしばらく使ってみて、あ、ここは便利だなっていうところね、これ感じたことをね、動画にしていきたいと思います。で、まずイヤホン自体は、あ、こんな感じになってますね。はい。とてもコンパクトな中身になってまして、ポイントとしてはですね、ここのゴムがね、なんかいい感じなんですよ。私結構ね、このゴムのイヤホンすごく苦手なんですが、これちょっと使ってみたんですけども、なんかこのもぞもぞする感じがね、あんまりなかったです。これはね、なかなか優秀なポイントではないかなと思います。で、音のね、性能だったり、マイク性能というのはね、まあまあ、まあ普通かなというような感じです。なんか感動性能とかね、感動のマイク性能とかそこまではないんですが、まあまあ普通に使えるかなみたいな、感じのものになっております。何やともらえね、このゴムの感じ、ここが優秀ですね。うん。で、この、まあマイクをですね、このケースから、まあ取り外すことで、スマートフォンと自動ペアリングします。もちろんね、初期のペアリング設定というのは必要ですが、一回設定しまえば、ここから取り外した瞬間に自動でスマートフォンと接続して使うことができます。それからですね、あ、そうそう、あともちろんですね、ここに収納ね、はい、R と L がちゃんとあって、こっちが右、こっち左ってね、結構この辺も使いやすいなってところで、ここに収納すれば、もう自動で充電が始まっちゃうわけですよ。使おうと思った時にね、バッグからわざわざさ、なんていうの?ちょっと待ってね。こういう感じで、バッグとかポケットからわざわざですね、この、ね、
ケースを取り外して、はい、もう出してペアリングみたいな感じね。そんなことしなくていいんですよ。もうここに、もう手元にありますから、すぐに、取り出して使うことができます。バッグからわざわざですね、充電ケース出す必要がないんですよ。そしてなおかつ使い終わったら、この中にポンと入れるだけで、OK なんです。わざわざまたバッグから取り出して、この中にしまうという手間がありません。これめっちゃ便利、楽ちんでございます。あとはですね、電話かかってきたときね。はい、もうスマホ、プルルルル、バッグな、プルルルルル、言ってますよ。でもね、バッグからわざわざ、あたふたあたふたしながら、このスマートフォンを出す必要ないの。もうここから、ね、このイヤホンを取り出して、ピッとね、電話に出れば、OK なんです。ね、特にですね、スマートフォンってね、こいつで電話すると結構疲れるんですよ。特に周りの雑音とかも入ってきやすいし、意外とね、まあ画面なんかもあったりね、肌に触れたり、まあ一応センサーついてますけどね、なんかこう、ちょっとこう効率でまあ直接電話するっていうのはね、結構なんかやりにくいし疲れるんですよね。ところが、まあ、このイヤホンがあることで非常に楽なんですけども、わざわざケースから出して急な電話ね、急な電話、わざわざケースから、ケースどこだっけ、バッグの中からガサゴサガサゴサ探してやるよりも、ここにあるんですぐ取り出して、ピッて、ね、もしもしと、出ることができます。まあ、この辺がですね、ちょっと特徴かなと思います。これはね、なんかスマートウォッチの一つの革命かもしれませんね。ここにイヤホンですよ。ここにイヤホンがあるっつーのがね、ちょっとポイントですね。中はこんな感じで、ほら、端子も、充電端子もついております。はい。で、電池持ちに関してはね、もう1日でさすがに半分なくなっちゃいます。そんなね、1回の充電で1週間持ったりはしませんが、イヤホンの充電って、まあ、ほぼ毎日毎回充電する必要があるじゃないですか。だから、この一つの端末を充電することで、スマートウォッチと、Bluetooth イヤホンの充電が同時に2つできる。まあ、充電方法はね、一般的なスマートウォッチと同じく、こういう専用端子を使って、この裏側にこうガチャっとこう、ね。で、まあ、充電するわけなんですけども、その辺は一緒なのでね。はい。これだったら、ほら、スマートウォッチの、まあ、一つの弱点として、電池持ちの悪さっていうのがあったりするじゃないですか。ね、電池持ちのいいスマートフォンはいいスマートフォンだとか、あ、スマートウォッチだとかね、言われてますが、まあ、ここにイヤホンの機能があれば、電池持ちが悪くても、なんかちょっと納得できるんではないのかなと。毎日充電でもこれだったら苦じゃないかなと思うんじゃないでしょうかね。うん。でですね、私、まあ、ちょっとまあ、これ今回の話ではないんですが、スマートウォッチにさ、Wi-Fi ルーターの機能がついてくんないかなってね、いつも思うんですよ。ネットをね、つなげるときに、要は、体から電波が出てたりすればいいんですよ。要は、例えば、パソコンだったり、ゲーム機だったり、まあ、テレビデバイスだったり、まあ、いろいろあると思うんですが、まあ、ルーターを持ってったり、家に、光通信を設置するとかさ、これめんどくさいじゃん。要は、ここに、インターネットに接続する物体、ね、4G とか 5G とかがあればいいわけでね。ここから出てればもうあれですよ。バンジー OK ですよ。ね。で、これほら、スマートウォッチの場合は、心拍数計と接続できるから、万が一さ、倒れたら、救急車が自動に呼んでくれるとかね。そういうシステムを導入したりとかね。で、今ほら、将来ほら、自動車も自動運転になるじゃないですか。ね。だから、自動運転の救急車がウィーンってね、位置情報をここで感知して、助けてくれるとかね。まあ、そういった機能も、ひょっとしたらね、うん、富士の樹海で迷っても、位置情報、電波出てるから、あ、わかるよと。ね、身についてるし、生きてんのか死んでんのか、この人。ね。で、通信もできるし、ね。まあ、そういったこともできるんではないのかなと。思います。で、まあ、こういった機能ね、まあ、バッテリーの問題とかあって、現実には、まあ、不可能ですよね。まあ、この中に Wi-Fi ルーターがあったらさ、おいお前それ電池がどんだけ持つんよっていう話になるわけですよ。ね。でもですね、皆さん、スティーブ・ジョブズを思い出してください。あの人はね、1970年代ぐらいから、もうすでに iPhone の構想あったんですよ。でもね、当時は、おい、ジョブズ、そんなもん技術的に無理だよってね、その時は無理で、彼はまあ変人扱いされてね、一時期アップルクビになっちゃったりっていうことがあったんですよ。でも、技術が進化することで、その夢がいつか実現するかもしれない。
この中に、ね、Bluetooth イヤホンも、Wi-Fi ルーターも内蔵するスマートウォッチ、さらには、その、もっと上を行く、革新的な、こういうデバイスをですね、まあ、ジョブズを超える、それに次ぐ天才が、またね、作ってくれるんじゃないのかなと思いました。だからね、今回のこのスマートウォッチを見て、このガジェットの果てしない未来を実感することができました。はい。ちょっと最後ね、話は自分の妄想で終わりましたが、何せですね、この、今回はクミさんからね、ご提供いただきました。N8 だったっけ？ちょっと名前忘れちゃった。あ、そう、クミ N8。スマートウォッチご紹介しました。詳しくは、動画説明欄にね、リンク貼っときますので、興味のある方はチェックしてみてください。というわけで、さとちゅんチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。